塗られた本は松本清張の長編小説。夫人クラブに連載され、1984年5月に講段社ノベルスから刊行された。後に電子書籍版も発売されている。2007年にテレビドラマ化されている。小さな出版社の女社長の野心と愛の行方を描くサスペンスロマン。小さな出版社を経営する紺野都は、 手てを使い、売れっ子作家の青沼貞一郎に、原稿の執筆を依頼した。無名出版社の大胆な要求に呆れる、青沼だったが、宮古は女を武器にした強引な手札を、駆し、ついに青沼は執筆依頼を飲む。宮古の夫、拓一は純粋な人で、宮古は愛する、夫の死集の出版を目標としていた。だが、他方、宮古は資金を得るため、 R 銀行頭取の井村重久に有志を依頼する。実は、井村は、宮古の結婚以前から関係の続く愛人でもあった。ある日、井村から一泊旅行に誘われた宮古。しかし、旅先にて思わぬトラブルが発生。宮古の行動を疑う女性も出現し、次第に追い詰められる彼女を待ち受けていた運命とは。松本清張スペシャルドラマ塗られた本。 2007年12月17日 TBS 系列月曜ゴールデンの枠にて放映。原作と異なるオリジナルのラストとなっている。ありがとうございます。